国会議員の辞職などに伴い、衆議院の4つの選挙区で行われる補欠選挙が今日告示されました。物価高や少子化対策、防衛力の強化に向けた増税の方針などが争点となります。今回の補選は、去年7月に行われた参議院選挙以来の国政選挙となります。衆議院千葉5区、和歌山1区、 山口2区と4区で行われ、6日に告示された参議院大分選挙区の補選と合わせて23日に投開票されます。与野党は岸田政権の中間評価と位置づけ、党幹部らが応援に入るなど総力戦で臨む方針です。5つの補選の結果は岸田総理大臣の今後の政権運営や衆議院の解散戦略にも影響を与える可能性があります。